今日はホットケーキにしましょう。チャチャ、冷蔵庫から卵を出してください。はい。そんなにいりませんよ。だってセラビー先生の作るホットケーキ美味しいんだもん。チャチャの食いしん坊さん。まあいいでしょう。じゃあ卵を割ってください。はい。チャチャ、片手でやろうとするから失敗するんです。両手で一つずつ。よし、慎重に。できましたか、チャチャ。先生、お前に期待したわしが間違っていた。大魔王様、しかし私は。黙れ。お前の代わりにチャチャはホーキングに始末させることにした。ホーキング？ホーキングというと、あの魔法界一の天才科学者と言われているあのホーキング博士でゲスか。しかし。ホーキング、顔を見せろ。大魔王様、お久しぶりでございます。チャチャ暗殺の秘策は練ってきたであろうな。はい。今までのチャチャとの対戦データを全て分析して完璧な作戦を立ててまいりましたぞ。博士、チャチャは我々の予想をはるかに超えた行動を取るやつでゲス。完璧な作戦など立てられるはず。あやつは考えて行動などしとらん。その場の思いつきでボケまくっているだけじゃ。そういえばチャチャに対抗できるのは何も考えない大ボケ者で、なおかつめちゃくちゃ強いモンスターしかおりません。なるほど、良いところに目をつけたな。期待しておるぞ。お待たせ。昨日ね、セラビー先生からホットケーキの作り方を教えてもらっちゃった。うわー、ホットケーキ、ホットケーキ、俺の大好物だぜ。お前は食べ物なら何でもいいんだろ。でも僕も大好きです。なあチャチャ、うちに帰ったら作ってくれよ、ホットケーキ。でもね、昨日失敗すぎちゃって卵がなくなっちゃったの。あー、ホットケーキ。ごめん、今度卵買ってきたら作ってあげるね。ん？チャチャさん、その必要はないみたいですよ。え？卵ならほら。あ、うわー、すごーい。すっげー卵だな。しめしめ、食いついたぞ。うわー、大きな卵、これなら。すげー。でもどうやってお家に運ぶ？いかん、奴らは食い気しかない。ボールみたいに転がしてけば。普通割れるだろう、卵は。おお、これは。ん？おお、これはすごい。もしかすると恐竜の卵かもしれん。恐竜？卵なんだから生まれてくる恐竜だってきっと可愛いわよね、リーヤ。どっかな。でも卵は卵だろ。ホットケーキ、リーヤ。ホットケーキしか頭にないのか、この拝み男は。私決めた。この卵を温めて恐竜の赤ちゃんを返すの。それはいい考えじゃ。余計なこと言うなよ、おっさん。そうですよ。大体あなたは何者なんですか？わしはその、ただの卵評論家じゃよ。じゃ、そういうことで、わしはこれで。おじさん、バイバイ。チャチャ。さて、どうやって運ぼうかな？そうだ！魔法で小さくしよう！卵よ、卵よ、小さくなーれ！おい、チャチャ、さっきよりでかくなったぞ。おまけに不安定なようですが。
演奏も完璧。私でさえドロシーだということがわからない。あとはこの毒入りリングをセラビに食べさせれば、私が世界一の魔法使いよ。助けてー。何？何やってんの？ジャンプ！助かった。でも何とかお家まで運んだわね。違う気がする。ありがとうございました、お師匠様。どうして私だってわかるの？何の騒ぎですか？おや、ドロシーちゃん、どうしたんですか、そのお花。わかった。鼻が低いんで整形したんじゃないかしら。なるほどね。整形じゃなくて、変装よ。ん？ねえねえ、行っていい？行っていい？どうぞ。変装。ダハハハ、面白い。ジャジャしょうもないギャグ飛ばすんじゃないわよ。だけどなんでそんな変装してんのさ。それはそのリーヤは女心がわからないのね。女の人はいつも美しくなりたいと思うものなのです。そうなの。実はもうちょい鼻が高ければ。違う。ところでこの大きな物体は何ですか？恐竜の卵。ほう、でも大きいですね。それはチャチャの魔法ね。元に戻れ。ありがとう先生。わーい、恐竜の赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん。まるで鶏さんね。どうせ温めるんならゆで卵にして食っちゃおうぜ。いいや。なんて言ったの？うわー、冗談だよ。生まれて最初に見たものを母親と思い込む。この子かわいい。私この子のママになる。とりあえずうまくいったわい。なんで私までがおむつ縫わなきゃなんないのよ。将来ドロシーちゃんも結婚して赤ちゃんを産む時が来ますから、今のうちから練習しておいた方がいいですよ。いや、こんな大きなおむつをするような赤ん坊を産むわけないでしょ。楽しいですか？チャチャ、外に出て遊ぼうぜ。ほら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 、チャチャ、私はママなのよ。この子をほっといて遊びに行けるわけないでちよね。うん、チェ。あ、そうだわ、名前をつけなきゃね。フガフガって言うから、フガちゃんってのはどう？じゃあフランケンシュタインみたいだから、フランケンちゃんってのはどう？気に入ったみたいね。どうしたのフランケンちゃん、名前が気に入らないの？そうじゃありませんよ、チャチャ。フランケンちゃんは単にお腹が空いているだけなんですよ。あ、そうか。しかし困りましたね、うちにはおっぱいもミルクもありませんからね。が飼ってる牛。え？子牛を産んでミルクがいっぱい出るんだ。本当？じいちゃんに頼んでみよう。じいちゃん！なんじゃ、いいや。ミルクが必要なんだ。じいちゃんの目牛を連れてきてくれよ。大至急ね。今手が離せんのじゃ。投げるから受け取れ。ありがとう。
投げる？フランケンちゃんは鳥やトカゲなんかではないのに、卵から生まれたのが引っかかるんですよ。このまま何事も起こらなければいいわね。チャチャー、ペットの持ち込みは禁止だ。フランケンちゃんはペットじゃありません。私の可愛い赤ちゃんです。ちょっと、どうして子供のあんたに赤ん坊が産めるのよ。産んだんじゃないもん、卵を温めて返したんだもん。じゃあ卵は誰が産んだのよ。鳥じゃあるまいし。おほほのほー。えい、静かにせんか。フランケン、トレビアン、よーし、どうしていることを許可する。あらあらあら、ラスカル先生素晴らしいですわ。園長、我がうらら学園は教科書だけでなく愛や人生を教える場です。チャチャさんの赤ちゃんをみんなで可愛がってそれを教えようというのでしょ。さすがは園長、単に面白いから許したかもしれんのに、私の信念はお見通しだったが。ポリポリ。チャチャさん、園長の私からも許可します。園長先生ありがとう。園長先生好き。フランケンちゃん、もういいの、もういいのよ。園長先生、あら。よし、この問題が分かるやつは手を挙げろ。はーい。あ、フランケンちゃん。お、チャーちゃんも手を挙げてるな。答えてみろ。さっさと答えろ。わかりません。何、わからんのに手を挙げたのか。こんな簡単な問題がわからなくてよくママが務まるわね。よし、次の問題だ。うわ、フランケンちゃんやめて。泣き方も半端じゃないぜ。でもチャチャさんの言うことは聞くみたいだね。ああ、セラビー様、私たちの子供ならもっと聞き分けがいいわよね。任せろ。行くわよ。フランケンちゃん、絶対止めるのよ。俺のシュートは何人たりとも止められねえぜ。行くぜ、必殺正確無比針の穴通しのスーパーウルトラコントロールシュート。何を、わけのわからないことを。うんが、ハリー、あら、うんが、うわうわ、えっ、すごい、フランケンちゃん、今のシュートしびれちゃう。郵便屋さんの変装ならセラビーも絶対気づかないわ。ん、あのほうき頭は確か、あのバカタレがチャチャの優しさに影響されてすっかりと重さをなくしよって。こうなったらボタン一発どうも誘発装置じゃ。
生徒たちにちょっとでも触れてみろ。この無知が許さないぞ。フランケンちゃん、一体どうしちゃったの？危ない。なんですって、ホーキング博士が？そうか、どうもおかしいと思ったら、フランケンちゃんは博士が作った人造人間だったんですね。よし、わかった、わしも行こう。お願いします。ドロシーちゃん、ありがとう。何よ、どうして私ってわかっちゃうわけ？チャチャが捕まった。こうなったら魔法で対抗だ。フランケンちゃんより大きくなれ。もう僕が相手だ。チャチャさんを返せ。おにぎりつぶせ。マジ？くそ！この野郎！強い。チャチャ変身だ。チャチャさん早く。フランケンちゃん、チャチャ、チャチャさん。うん。ているんです。愛のアローをいるんです。愛のアロー。フランケンちゃんを救えるのは海よりも深い母親の愛だけです。さあ、チャチャさん。チャチャ。お願い、いい子になって。だったのに覚えてるよ、うん、フランケンちゃん。しっかりしてフランケンちゃん。ごめんが、フランケンちゃんは悪くない。悪い人に操られていただけ。フランケン悪い子さよならが。フランケンちゃんさよなら。町のフランケンちゃん、
わしはお前のバカ力が気に入った。どうじゃ、わしと一緒に木こりをせんか。うん、そりゃいいや。バイト料もたっぷり弾むから、みんなに迷惑をかけんくても済むぞ。フランケンでもいい方が。当たり前じゃ。お願いします。やった、ママにはなれなかったけど、またフランケンちゃんと遊べる。嬉しい。ほんがフランケンちゃん。大天才科学者のホーキングでも無理でございましたでゲスな。やっぱりこの役目は私しかおりませんでゲスよ。飛脚は準備しておるのか。はいでゲス。